はい、皆さんこんにちは、山本元気です。今回は9月5日に行われた AACA 稲部の12分から24分、スタートから12分から24分の動画に解説をしていきたいと思います。はい、今前方に映っているのがこれ多分エアですね、橋本エア選手、ブリヂストンの自分の大学の後輩です、かぶっています。はい、というわけで今レースの展開としては、まあ前に前にアタックが生まれ始めて、集団結構伸びたりばらけたりしている感じです。自分今前の方に先頭にいるように見えますが、まあ、何人か前に5人か4人か先行していますし、自分の後ろにもまだまだ選手いるはずなので、はい、今こういう感じでね、朝日の子が出てきたみたいに、まあ後ろから出てくる選手利用しながら前追いついていきたいなっていうような動きをしています。はい、だいたい今心拍180なんで結構踏んでる感じですね。うん、でもまあ一度踏み切ってしまうと足戻ってこなくなるコースなんで、少し抑えながらも、まあ、こういう風に集団割れてきた場合には前に動いていかないと、あんまり後ろで悠長にしていると取り返しつかなくなってしまうんで仕方がないかなっていう感じです。まあ、顎が映るぐらい前傾で今踏んでいます。勾配は若干ズレがありますが、ここは平坦です。はい、というわけで、まあ、今パラッと左側にも映ってたんですが、まあ、もう遅れてる選手も結構置いて、なかなか大変な感じになっています。はい、これ今 A やとトマかな、出てきたのは名前に出てきました。なんでまあここをうまくつないでいくかなっていうところですね。まあ焦る必要もないかな。まあ自分も結構その一気に離れないように差を維持してもいましたし、まあ前もねそんなにずっと踏み続けていると足なくなっちゃうんで、様子見ながらちょっと追ってきてたら緩めていくかなっていうようなイメージです。まあここのコーナーからの立ち上がりが結構辛いところですよね。まあ多分若干メーターとの数値はずれているんですが、まあここ0から立ち上がりで600ワットとか出てくるんで、でここさらに曲がってもう一度上り直しっていう感じ。あ、これ前5人どころじゃないかもしれないね。結構な人数割れちゃってるのかもしれないですね。チラッと見えてる感じ。はい。なんでまあ、この後ろにいるメンバーが、なんていう、メイン集団っていうよりも、取り残された感じなのかなっていうところです。まあ、コーナーが来れば、人数確認はできると思うんですが、どういう感じでしょうかというところです。まあやっぱ結構多いですね。5人どころじゃなく、うん。まあまあ、言ってるのかな。でもまあここで一度、あ、結構います。10人ぐらい、5、6、7、8、8人ぐらい言ってたけど、まあここで一度繋がって、もう一度振り出しに戻るっていう感じかな。まあ、っていうことは、まあ、ある程度踏んでいたにしろ、集団で追いつくことができた自分としては、まあ、まだ足残っているし、有利かなっていうような感じですね。はい、ここから誰が動いてくるのかなーっていう感じで見ていきましょう。はい。というわけで今、誰か行ってるかな、先行。先行はしてますね、一人。これ、多分ですが、自分の記憶が正しければ、多分ブリヂストンの今村選手が行ったのかな？単独で。今抜け出しているのは単独で今村選手一人。で、まあそこに対して次は誰が動くのかというところですが、どうなってるかな？まあ前が見えない。身長の問題じゃないな、これは。カメラの位置が低いから、ハンドルについてるから、前に人がいると、前の様子が見えない。これは結構困るけども、まあ、しょうがない。っていうところ、かな。はい。はい、今村選手行って、もう一人行ってますね、今。はい、これ、多分行ってるのは椿博史です。椿博史が単独先行、単独で逃げ出した今村選手を追って、動きました。はい、おそらくね、これ椿博史。
前回山本雅樹が稲部で勝ったことで同点1位になっているんですよね、今 AAC のランキングで。なんでここは何としても勝って AAC のジャージをポイント差つけて取り返したいっていう思いがあっての動きでしょう。で、まあ集団はこれ一度落ち着く感じかな。はい、というわけで、はい、今多分コントロールしているのがマトリックスですよね。はい、キンテロ選手ですね、マトリックスの。はい、キンテロ選手がコントロールしている。一旦二人逃げて落ち着くかすところに対して私山本元気がアタックする。単独でブリッジを試みるね。ここでね、はい、前にね今村選手がいて、それを今椿浩が追っているんで、まあ椿浩が前に追いついた時に自分を待ってくれれば二人で、まあ追いつけてない、まだ椿浩点々で一人一人で行っている、一人今村選手、椿で遅れて自分という形で3人がそれぞれ独走している状態だけども、これ椿浩が前に追いつけば自分を待って協力して2対1を作り出せると。はい、まずは椿浩がね前に追いつくと、でそこに自分が後から追いつく。まあ自分はねある程度一定のペースで踏んで、まあ500ワット出てますけど、一定のペースで踏んで前を追いかけて椿が自分を待ってるのを待てばいい。まあここはねチームワークですからね、やっぱり。はい、椿を先行させる、でそこに自分が追いつく。はい、はい、しっかり仕事して椿、早く椿は前に追いついて今村選手に圧をかけつつ月1で自分を待つっていうのが理想です。はい、追いついた椿、追いついた、んまだ追いついて単独一人、今村選手3秒ぐらい遅れて椿浩、そこからさらに5秒ぐらい遅れて私山本元気が今どんどん追っていきます。まあね、確かにきついんですよこれは、180ですし心拍でもね、やっぱ椿が前で待ってくれるはずなんで、それをまあ、あ、左側今集団映ってますね。あれ結構、まあ集団と、集団は止まった感じですね。集団止まって、まあ、今3人だけが点々とそれぞれ独走状態で抜け出している。でもまあ、人数的アドバンテージは機難が2人いるから、絶対的に有利と。まあ自分的にはここは今無理に踏まず若干足休ませながら、次の上りのところで一気に詰めてしまいたいところです。はい。まあ、余裕はありますよね。椿は前に。まあ、まだ点々と単独で走って3秒ぐらいまた。で、さらにそこから5秒ぐらい遅れて自分、もっとか、5秒どころじゃねえな。10秒ぐらい ?12、3秒跳ねてるのかな。でもまあ、椿いるしね。椿が合流して前で待てば自分は確実に追いつく。しかもまあ、今村選手、トラック系の選手なんで、そこまで上りが踏めるわけではない。だから、まあ、この後の上りで一気に加速して捕まえようっていうのが自分の作戦です。ここで加速して捕まえればいい。あ、見えた見えた見えた。いる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 。はい、こっから踏んでいく。700ワット、700ワット、600、600。はい、こっから踏んでいって一気に差を詰めて、一気に捕まえる。しかも前では椿が前に追いついた、二人になったっていうことは待ってくれると、椿が。なんでここでね一気に詰めて、差を詰めたところで椿が自分を待って合流すれば OK。 はい、ここで詰める。400ワット、いける、いける、詰め切れ、100心拍185、かなりきついけど、はい、前は椿が合流してる、今ついてますよね後ろに。はい、このまま椿がついて自分を待てば OK。まあ、ここでね、詰め切れなかったのはきついところではありますが、まあ、まだまだ椿、前早いけど、まあ、できる。まあ、大丈夫。椿が月一で自分を待てばいけるはず。絶対大丈夫。これね、これで追いつけなくて集団変えちゃうなんてことがあったら一番選手として恥ずかしいんでね、特にアタッカーとしては、ここで変えるのは屈辱でしかないんで、はい、椿は前に月一やってる。いけるいける。まあこれフランス語でなんていうか忘れましたけど、フランス語では日本語の意味で芋掘りって言うんですけど、こういうのを前に追いつけずに集団帰ってくるのを、まあ、芋掘りだけは避けたいけど、前で椿が待ってるから絶対追いつけるはず。ん、ちょっと待て、これ今映像じゃ分かりにくいけど、椿が今前に出て引いてたってか、ん、普通はねこれ
待たないと、待てばね、2対1にできるか待ってばいいのに、椿ちょっとこれ許せないですね、ちょっと。今、引いてましたからね、前で。今村選手の前に出て。普通待てばいいのに、待たない。多分これあれ、多分、で、離れてるしめっちゃ。んどこにいる、あ、いた、と、で、後ろ、これ左側に集団映ってるけど、集団も遠いし、前も遠いし、これ、あれだな、椿が、欲出して、二人で握って、なんとしても ACA ジャージを奪還しようっていう、これ、許されない裏切り行為です、椿広の。ちょっと、これは許せない。まあ、あとはあれか、もしかして日頃の恨みでもあるのか、自分に対する。あれかな、もしかして椿がお風呂入っている最中に、外から浴室の電気パチ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 消したりするっていう恨みとかがあるのか。でもこれ、まあそういう、ああ、そういう市場レースに持ち込まないでほしい。ああ、マジかよ。って感じです。足止まってますね、完全にこれ。心拍158まで落ちてるんで、完全に足終わってます。さっきまで一生懸命追ってたけど、まあ、椿の裏切りにあったせいで、完全に心を折られた形ですね。これ、屈辱的な芋掘りによる集団への、これ何踏んでるんだ？あ、後ろから来てんのか、集団が。これ、登りで捕まろうもんならね、ちぎられかねないんで、まあ、とりあえず、ここは繋いで、この、登り切ってから、ちょっとこの椿の裏切りは許せないんで、まあ、後ろに備えている、控えているキナの選手全員で追って確実に潰すしかないですね、これは椿。まだ来てないんか、集団は。来たんか？まだか。ということで、まあ、とりあえず、今回は、これで終わります。ちょっと次の動画では、椿を絶対にね、制裁しないといけないと思っています。面白かった方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、さよなら。